はい、皆さんこんにちは。 YouTuber カメラマンのエメです。皆さん動画見てますか？でですね、今回の企画を説明しようと思って、います。今回日本の写真家755人ですよ。これを皆さんに紹介します。パチ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 。755人って一言で言っても、皆さんカメラマン、日本のカメラマンって誰か知ってますか？755人紹介しますが、私もね、カメラマンといったら誰だろうみたいな、戦場カメラマンのね、渡辺陽一さんとか、あと誰か知ってますかね、蜷川美香さんとかですかね。まあ、有名な、ね、メディアに出てるカメラマンさんもいっぱいいますけど、とりあえず私の切り口でどんどん説明していこうと思うので、皆さん遅れずに見ていってくださいね。でまずですけど、このお家、どこだと思います？これね、私の実家です。庭があってね、芝生があって、ゴルフの練習したりね、いろんなことをやる思い出がありますけど、自己紹介からさせてもらいますね。私鹿児島県鹿屋市出身ということで、ここ鹿児島です。鹿児島でね、まあ実家です。ただの実家です。まあ夏は暑くてね、まあ、いろいろ稲刈り手伝いに行ったりとかした。高校までここでいました。今でも高校の集まりが東京でもやりますし、同窓会で行ったりします。で次ですが、じゃあ次を、これ実家からの、まあ、景色ですが、まあ40年前とね、あんまり変わってないです。ここにリサイクルショップができてね、川が氾濫するとここがこう水浸しになったりとかね、もう鹿児島の遠くの山々がね見えて、ここでよくね花火を見たり、野球をしたりね、ここを入るとホームランです。そういうのを、鹿児島県で出身です。で次を、でこれですが、これ大学です。私の行ってた広島大学、これ今今年の夏に広島に行って、懐かしいところに行ったんですけど、これ理学部で原爆を被爆して保存されてます。そういう千田町とこにあるんですけど、時計もね、これはいつ止まったかは分かりませんが、千田町に行って、大学のもう今理学部しか残ってないんですよ。そこを見に行った写真です。じゃあ次を、でこれその夏に行った時に、西条にあるんですけどね、教育学部に行って、そこの私のね卒論を見たりとか、そういう在校生の人たちと話をしたり、同窓会やった時に撮った、教育学部出身です。一応物理の、高校の物理の免許と中学の理科の免許を持ってます。じゃあ次、でこれ私です。まあ、これ私の決めポーズなので、みんな真面目なね、みんな先生です。先生、これ今うちの大学の付属の広島大附属の高校の科学の先生になってます。彼は、岡崎高校って進学校で、名古屋で先生をやってます。物理でスーパーサイエンスとかね、いろんなことに参加してます。あとみんな理科の先生、私も物理なので、長崎から来たり、千葉から来たり、みんなそれぞれの、広島の子もいます。そういう写真です。じゃあ次をお願いします。でですね、大学を卒業した後、私はどこに行ったかっていうと、こういう赤坂スタジオっていう、元麻布に、赤坂に昔はあったんですけど、今は元麻布に、建物だけが残ってます。こういうね、こういうメイクルームがあったり、でここのホームページね、私が管理してます。私が作って、ホームページは未だに運営してます。じゃあ次を、
でこれがあの社長だった飯田助博さんっていう、まあ、山岳写真を撮って、いつですかね、昭和35年ですかね、あのスタジオレンタルスタジオって今みんな知ってます、あのアザブスタジオとかいろんなスタジオがありますよね、すぐ出てこないですが六本木スタジオとかそういう飯野広スタジオとか恵比寿スタジオそういうのを作った先駆けで赤坂スタジオ、地名がついてるのは大体古いスタジオで、高橋昇さんとか、西田幸喜さんとか橋本雅史さんとかいろんなカメラマンを配置した箱スタです。私もここでチーフっていうのを3年間やってまして、いろんな撮影に行ったことがあります。なのでそういう、知ってる方、あの有名な方、行った方、先輩がそういうアシスタントになった方、今でも、第一線でやってる方などをどんどん紹介していきたいっていうそういう背景があります。で次をで私の一応あの先生ご師匠さんもウィキペディアに載ってるんですよ、吉岡仁ってちょっと見づらいとは思いますけど、まあお友達から金ちゃん金ちゃんって言われてて、札幌ではなくて芦別ですね、北海道の芦別出身で、後半の方ですね、写真展をいろいろやったりして、じゃあ次ですね。でホームページになりますけど、こういう方で万栄競馬のね、写真を撮って写真集を出したり写真展をやったりそういう写真集を販売したり今でもされています。一応こういう方が、師匠さんでウィキペディアにも載ってます。まあそういうところからヒントを得て、で次ですね。で今はっていうと渋谷の109に写真スタジオと今ここですね、ここがここです、フォトギャラリー平松ってね、ギャラリーとこういう今丸いのアネックス7階にあるんですよ、ここのスタジオが。でジャパンカルチャーにすごい特化した建物で、変身できるスタジオっていうのをやってます。ここはこういう、これちょっと CG のラフなので、ちょっと現実と違いますけど、最初の草案はこういうね、イメージのスタジオ、実際は皆さん来て、体験してみてください。こういうスタジオやってます。はい、じゃあ次を。これ、これ鹿児島のね、大隅半島の一番高い高熊山っていう山を、元旦に登って、ここに見えるのが、桜島です。桜島の方がちょっと低いので、もう目と鼻の先に見えます。その山頂から山頂を見た映像で。何を言いたいかっていうと、あの趣味は登山をすることっていう、そういう、お正月の一コマです。じゃあ次を。でですね、富士山の、これも YouTube に上がってる動画ですけど、これあのよっちゃんね。3年前に一緒に登って88キロだったよっちゃんが、次の年ね13キロダイエットして、まあもう別人になってますよね。でこの次も72キロにまたダイエットした動画も上がってます。なので富士山シリーズはこれを登りながらねライブ配信して、富士山を一応4年連続私登ってます。で時間もどんどん7時間かかったのが5時間、この時、5時間半で、この時4時間半で、その次3時間15分っていうね、1時間ずつ時間を詰めてきてますんでね、来年はまあ何時間で登るのか、泊まりで登るのかね、そういうのも ご期待ください。こういう動画も出してますんでね。で、次ですね。で、これが また決めポーズしてますけど、これもその、剣ヶ峰の一番高いところの、ここはもう山頂ですよってみんなが写真撮るところね、そこで、まあ、このうちの T シャツ着てますけど、半袖で登ってね、まあその日に帰るので、喜んでるって、まあ、富士山登ってますよっていうそういう写真です。でですね、いよいよ今回の755人の
紹介の仕方っていうのは皆さん気になりますよね。で、これがその755人のリストなんですけど、ただ単に、皆さんもこれから写真家を、ね、勉強しようっていうところですけど、私も一緒です。とりあえず日本を詳しくなって、その後世界のカメラマンっていうことでね、まあ、世界にも巨匠の方々が歴史を作った写真家がいっぱいいらっしゃいますけど、まず日本からやっていきましょうってことで、この755人を抽出しました。これはどういうふうにしたかっていうと、じゃあ次を、まあ、ここですよ。もう皆さん見慣れてますよね。ウィキペディアの、日本の写真家一覧っていうのがもうリストアップされてます。それでまあ、あ行から、まあ皆さん知ってる人、知らない人、知らない人いっぱいいると思いますけど、まあ大体あの有名な人、秋山翔太郎さんとかさっと出てますけど、まあ荒木さんからね、相田画廊さんから、まあ、大竹俊二さんから、まあ大体出てます。これはなぜかというと、新しいカメラマンの人ってまだここに載ってないんです。なのである程度歴史を作った写真家の人はここに載ってます。それはどういうふうにして載ったかっていうのを皆さんと一緒に検証しながら、どうしたらあなたもウィキペディアに載れる写真家になるかっていうことを掘り下げていこうと思うので、とりあえず、有名な人は全員網羅してます。でまず その中からじゃあ次行ってもらって、どうやってその人を掘り下げていくかっていう手法ですけど、まずこういう、この空の栗山周作カメラマンっていう、これ一応お友達なのでここで例で出してます。栗山周作っていうカメラマンがいて、丸谷義久に師事、高知県出身の写真家っていうところを、これもうみんな知って、まあ、友達でも知ってるし、知らない人は、ここまず見ますよね。で名前を見て、こう栗山さんの場合は、まだ編集中です。堀北真希さん写真集とかね、まあ、知ってるのはありますけど、これしか情報がありません。情報のある人はもっと10ページぐらいあります。そこで、外部リンクっていうところと、ないときはこれ名前です。名前をググります。普通にググります。じゃあ次をググると、もうググって画像をクリックすると、こうバーッと出てきます。でこの人は違います。私お友達なのでね、がこれだなっていう、検索一番に出てきてるのを最優先します。なので、これは何かっていうと、オフィシャルサイトなので信憑性もやっぱ高いですので、 AI がやっぱり上の方に来てます。こっちをとりあえず本人の顔写真が1番、その次に作品が2番、そういう感じで、顔写真と作品でオフィシャルページがあったらオフィシャルページを紹介します。で、内容に関してはウィキペディアに載ってるのを忠実に読み上げますので、読み間違いとかよく ISBWS&WPA フォトビエンナーレコンテストみたいな長いのがあるので、そういうのは字幕で補正しますので、間違いもいっぱい出てくると思いますが、その辺は字幕を訂正することで対応しますし、その方のホームページがあればそれを、どしどし紹介していきます。で次をお願いします。でこれその栗山さんのね、栗山氏です。オフィシャルサイトです。オフィシャルサイトが、まあ、生きてる人、生きてない人をね、いっぱいありますけど、そうするともうこれが栗山さんのね、この土のところでなびいてるっていうのが、まあ、代表作と言って間違いないと思います。なので、とりあえず写真が出てきてる人はもうその人のページをどんどん説明、宣伝します。で顔写真と作品&ホームページを概要欄にどんどん宣伝していきますので、それを見ながら動画を見てリンクを見て、その人に詳しくなってもらおうっていう
もう栗山さんも皆さん詳しくなりましたよね。あのもうコーチでこういう写真撮っててこういう人だっていうのが分かるための動画ですので、皆さん、どんどん再生していってもらいたいと思います。でですね、チャンネルの宣伝をしますけど、スタジオ A 名のホームページとかインスタとかツイッターとか全部宣伝してありますので、ぜひ概要欄でチェックしてもらいたいと思いますので、以上で、あのスタジオフォトスタジオ平松の、フォトギャラリー平松の、チャンネル登録&高評価をよろしくお願いします。お願いします。